なあ、黒子。そろそろか。いえ、まだです。鏡君、同じ質問をしてからまだ2分も経ってないですよ。いいだろ、気になるんだから。どんどん人が集まってくるな。この地域では一番大きな花火大会ですしね。毎年この河原のほとんどが観客で埋まるそうです。マジかよ。福田の言った通り、早めに場所取りに来ておいて正解だったな。ニゴ、どうしたんですか？あれ、黒子と鏡じゃ。どこ？ほら、あそこだよ。小金井先輩。伊月先輩と土田先輩、水戸部先輩も一緒ですね。おお、黒子鏡、いいところに場所取ったな。打ち上げ場所の目の前じゃん。うっす、福田の提案で早めに来たんすよ。ん？その福田は一緒じゃないのか？今、川原くんと振畑くんと屋台エリアの方へ遊びに行っています。交代で場所取りした方が退屈しないって、福田くんが。そうか、じゃあどこかですれ違ったかもな。俺たちも屋台エリアを通ってきたんだ。あの人混みじゃ知ってる顔がいても気づかないかもな。そんなに混んでるんですか？うん、すっごく盛況だったよ。あの、屋台売り切れたりしねえよな。ですか、後で行っても食べ物とか残ってるっすよね。大丈夫だよ、屋台の方だってそれなりの準備をしてるさ。そうだな、強いて言えば売りが売り切れるぐらいじゃないか。いや、別に売りは屋台で買おうとは思わないっす。そういう意味じゃないんだ。は？先輩たちは4人で来たんですか？まあ、でも俺たちは先発隊で、後からヒューガたちと合流予定なんだ。そうでしたか。せっかくなら一緒にと思ったんですが、その人数だとちょっとここでは狭いですね。ああ、いいよ、気にしないで。せっかく早くから来て場所取りしてたのに、そこに入ったら悪いって水戸部も言ってる。相変わらず顔色一つで水戸部先輩の言葉がわかるんすね。そろそろ行こうか。結構先まで行かないと座れる場所ないみたいだし。だね。じゃあ黒子、鏡、またな。なあ、2号も。まさか先輩たちに会うとは思いませんでした。ああ、そういや今日は2号ユニフォーム着てないんだな。はい、洗濯中なんです。だから今日は首輪にしました。ふん、それよりさ、黒子、そろそろか。鏡君、待ってるよ、まだだって言いたいんだろ。もしかしてお腹が空いてるんですか？それもあるけど、久しぶりなんだよ、日本の屋台っつうかお祭りがな。アメリカとこっちじゃ祭りの雰囲気が全然違うしよ。花火を見るのも久しぶりだ。そういえば海外では花火を眺めるお祭りはないと聞いたことがあります。そうだな、アメリカじゃ記念日ぐらいにしかあげねえよ。いいよな、こうやって仲間と花火を見るのって。楽しみですね。お黒子のバスケ CD ドラマシアター第3ゲーム、すれ違っているかもしれません。屋台が俺を待ってるんだから。アツシ、もう少しゆっくり歩いてくれないか？ああ、早く行こうよ、屋台が俺を待ってるんだから。ああ、ごめん、ただ慣れない浴衣と下駄でそんなに早く歩けないんだ。うん、だから姉ちゃんと母さんのおねだりなんて断ればよかったのに。でもせっかくお二人が俺の分まで浴衣を用意してくれたんだ、着たかったんだよ。単にムロチンの浴衣姿が見たかっただけだと思うけどな。浴衣で花火大会なんていかにも風流でいい、まさにザ・日本、わびさび花火、 It's perfect。 ムロチン意味わかんない。アツシもジンベイじゃなく浴衣にすればよかったのに。浴衣だと屋台で遊ぶのに邪魔になるんだよね。いつもどんな屋台で遊ぶんだい？金魚すくいとか射的とか、俺結構得意なんだ。ムロチンは行きたい店ある？そうだな。あ、どうしたの？そういえば小さい頃、日本にいつか帰ったら絶対屋台で買おうと思っていたものがあったんだ。
何何、確か、あれ思い出せないな。友達がお土産でもらったものですごく綺麗だったということは記憶に残ってるんだけど。ええ、それじゃあ意味なくない？なんだったかな。まあいいや、屋台見ているうちに思い出すんじゃない。早く行こう。そうだね。おい森山、今の見たか？もちろんだ笠松、あの二人組だろ。やっぱすごいな。ああやはり女子は男の浴衣姿に弱いと見た。はあ、見ただろ今の光景。奴らとすれ違う女性陣は皆釘付けだった。やはりモテるためにはそれなりの服装が必要だったというわけか。仕方ない、今から空き巣に連絡してどこかで3人分の浴衣を調達させよう。ちげえよバカ、妖仙の紫原だったろうが奇跡の世代のセンターだよ。それがどうかしたか？どうかって、なんでこんなところにいるのか気になるだろう。気にしてどうする、ここは花火大会の屋台エリアで試合をするコートじゃない。意識してピリピリしても疲れるだけだぞ。それはそうだが。笠松先輩、森山先輩。おう来て。このバカ走るんじゃねえ。いすいませんって。なんで俺叱られてるんすか？それはお前が。いや俺がなんすか？気にするな貴世、笠松は俺に正論言われて不機嫌なんだよ。不機嫌じゃねえよ。ほらさっさと行くぞ、花火見るんだろ。笠松、それは少し違う。花火見るんじゃないですか？楽しみにしてたんすけど。もちろん花火も見る、だが女子も見る。感動のあまり声が出ないようだな。ちげえよ、呆れて声が出ねえんだよ。お前本当それしかねえのか？まさかまたナンパするんすか？俺はもう絶対にやらないからな。笠松安心しろ、今回はこれまでの教訓を生かしてハードルを一つ下げることにした。どうするんすか？声はかけず、世の女性を観察することでモテるために足りないかけらを探そうと思う。はあ、あっちもこっちも屋台じゃねえか。なんかテンション上がってきたぜ。お、どうした？なんかすごく聞いたことのある声が。あはは、カガミッチ、おーい。おい、バカみたいに手を振るなよ。気づいた、こっち来るっすよ。キセ、来てたんだな。こんばんは、キセくん。クロコッチ、やっぱりカガミッチと一緒にいたんすね。なんだよ、クロコに気づいて手を振ったんじゃねえのか。いや、さすがにこの人混みの中でクロコッチを見つけるのは無理っすわ。カガミッチがいるならきっと一緒にいると思ったんだよね。俺はクロコ探索用の目印か。笠松さん、森山さん、ご無沙汰してます。おう、今日はお前らだけか。バラバラだけど一応みんな来てるぜ。です。クロコッチたちは二人で回ってるの？はい、正確には二人と一匹ですけど。一匹？うちの部で飼ってる犬も一緒なんです。ああ、あの子犬っすか。どこ？あれ、ニゴが犬、ね、さっきまでいましたよね。ああ、お前の足元にいたよな。ということはつまり。やべえ、どうする。とりあえず探しましょう、まだそんなに遠くには行っていないはずです。俺も探すの手伝うよ。いえ、キセ君は先輩方と花火を楽しんでください。それでは。見つかるといいけど。おいキセ、お前その犬の顔ちゃんと覚えてるのか？はい、すごく特徴的なんで。だったら俺たちにも教えろ、どっかで見かけたら連絡してやればいい。笠松先輩優しい。うっせえ、さっさと教えろ。はい、先輩たちも見ればすぐわかると思うっすよ、その犬クロコッチにそっくりなんで。は？クロコにそっくり？お前クロコにクリソスだな。そうだよ、誰かに似てる気がしたんだよ。まさかクロコとはな。
クロコっつっても分かんねえよな。そいつはさ、一見すると何考えてるか全然分かんねえ面してんだけど、意外と熱いところもあってさ、俺のライバルってとこかな。なんだよそんなに尻尾振って、俺のライバルに似てるって言われて嬉しいのか。だんかいつめこいつめ。お前人のつっこいな。首輪してるってことは飼い犬だろ。ご主人様はいいのかよ。まあ俺は待ち時間を潰せて助かるけどさ、ここでさ俺のチームメイトと待ち合わせしてんだ。そいつさ頭はいいんだけど、ちょっといろいろこだわり多すぎの変人なんだよね。何、しんちゃんに興味あんの。おい高尾。あ、しんちゃんって浴衣、すげえ気合入りまくりじゃん。今日のラッキーアイテムなのだよ。それより高尾、うずくまって一人で喋っていると変人と思われるぞ。うわ、しんちゃんにだけはそれ言われたくねえ。どういう意味なのだよ。今のはこの犬に話しかけてたんだって。犬？どれのことだ。あ、こいつ、あれ、いない。高尾、すぐバレる嘘は見苦しいぞ。いやいやいや、本当いたんだって。俺のホークアイをかいくぐっていなくなるって、すげえな、あの黒子犬。黒い子犬なのか。おにゃ、黒子にそっくりな犬。繰り返すが、すぐバレる嘘は見苦しいぞ。あ、ほんとだって、黒子にすげえ似てたんだぜ。人懐っこい子犬でさ。あの、今子犬ってな、あれ、コウゴミじゃん、久しぶり。あ、でもないか、懐かしくぶり。高尾くん、緑間くん、なぜお前たちがこんなところにいる。てめえこそなんでここにいるんだ。貴様には関係のないことだ。俺だって関係ねえよ。あ、はいはい、落ち着いて。大きな花火大会なんだからばったりだってあるでしょ。鏡くん、条件反射で喧嘩をしている場合じゃありません。2号のことを聞かないと。あ、そうだな。なあ、黒子に似た犬見なかったか。ああ、あれお前らんとこの犬だったんだ。似たのか。あいつどっち行った。それがさ、ついさっきまでいたんだけど、しんちゃんと話してるうちにどっか行っちゃった。ではおそらくまだこの付近にいますね。鏡くん、探しましょう。どう、サンキューな、高尾。おう、なんか分かったら連絡するわ。まったく、騒がしい奴らなのだよ。行くぞ、高尾。で、今日はラッキーアイテムを補充すんだっけ。そうだ。俺の事前調査の結果、いくつかの屋台の特徴は今後のラッキーアイテムとなる可能性が高い。今夜も人事を尽くす。あんと大変だよね、しんちゃんは。ま、面白そうだからいいけどさ。まずはここだ。おお、輪投げか、懐かしいな。どれ狙うの。もちろん特徴のタヌキの信楽焼きぬいぐるみだ。ねえ、それって信楽焼きなの、ぬいぐるみなの。ってかタヌキなら持ってるじゃん。ここのはもっと大きいのだよ。あの信楽焼きも結構大きかったと思うけどね。リヤカーで運ぶのすげえ大変だったし。その点抜かりはないのだよ。今回のタヌキは大幅に軽量化されているそうだ。あっさ、うん、どったの。いや、事前情報と比較して商品の中に食品系のものがないと思ってな。変更があったのか。つうか、その事前情報ってどうやって。あ、うるさいぞ高尾。いや、だってあの張り紙見てよ、特徴もう出ちゃったって書いてあるぜ。な、何、すごいな、アツシ。こんな大きなタヌキのぬいぐるみ見たことないよ。一家さん、お声がアフ。アツシ、話すか食べるかどっちかにしような。言ったじゃん、得意だって。まさかアツシの腕の長さが輪投げでも役に立つとは思わなかったよ。お菓子もいっぱい取れたし、屋台巡りの滑り出しとしてはいい感じだね。あ、そういえばムロチンの欲しかったもの思い出した。そのことだけど、ちょっとだけ思い出したよ。え、なになに。確かそんなに大きなものじゃなくて片手に乗るぐらいだった。うん。え、それだけ。うん、
これだけじゃわからないよな。うん、そうだよな。小さい頃あんなに夢中になったのに思い出せないなんて。別に焦って思い出す必要ないんじゃない？歩いてるうちになんとなく思い出すかもしれないし。アツシ、そうだな。さあ次はどこへ行く？あんず飴食べたい。あと缶当てもやりたいな。よし行ってみようか。うん。おい二号、どうだ？ちっ、こう人が多いと。黒子、いたか？いね。鏡君、僕はこっちです。いたのかよ。こういう時ぐらいもっと存在感出せよ。お前も迷子とかシャレになんねえぞ。そうですね。あ、だったらそこの屋台に寄ってもいいですか？お面屋さん。はい、例えばこのお面をかぶるとかどうですか？世界的に有名な白い子猫のケティちゃんです。存在感ありますよね。いやいや、ケティちゃんはねえだろ。なんで猫？お、これなんてどうだ？これはやはり世界的に有名な黄色いネズミのペカチュウですか？つけてみたらどうだ？面白がってませんか？んなことねえよ。2号のためだ。そうですけど、どうですか？鏡君、黄色い黒子がめちゃくちゃ笑って。お面ですから僕が笑ってるわけではありません、ペカ。笑いすぎです。お面作戦はなしですね。ペカじゃねえ。え、なんだ今の笑い声、どっかで聞いたような。気のせいか。おう、サツキ。あ？おう。はいはい、あったよ。そっち着いたらまた連絡する。じゃあな。ったく、待ち合わせに遅れたぐらいでピーピー怒りやがって。お、焼きそばか。こいつ食ってから行くか。もう、青峰くんたら。どうでした？こっちに来たらまた連絡するって言ってたけど、怪しいわね。そうなんですか？青峰くんのことだから、自分が食べたいもの食べてこっちに合流するのはその後でいいやって考えて。そう。そんなことまでわかるんですか？ごめんね、こっちが誘ったのに待たせちゃって。あ、いえ、僕こそすいません、早めに来ちゃって。そこは謝らなくてもいいんじゃない？あ、すいません。あ、また謝っちゃった。せっかくお祭りに来たんだし、もう二人で回ろっか。いいんですか？うん、青峰くんは青峰くんで勝手に楽しんでるみたいだし、花火の時に会えればそれでいいんじゃない？でも桜井くんが浴衣で来てくれるとは思わなかった。あ、すいません、変でしたか？ううん、よく似合ってるよ。帯結びも綺麗だし。よかった。自分でやったんでちょっと自信なかったんです。え、自分で着付けたの？すごい。実は浴衣も自分で作ったんです。お手製なの？中学の家庭科の授業で浴衣を作るというのがあって。そうなの？既製品かと思ってた。すっごく綺麗にできてるね。ありがとうございます。桃井さんのも。ありがとう。これおばあちゃんのお手製なんだ。なんか楽しいね。そうですか？うん、女子トークしてるみたいで。え、女子トーク？あ、あんず飴売ってる。ねえ、食べようよ。あ、はい。どれがいいかな。うん、決めた。桜井くんはどうする？僕、みかんにします。わかった。すみません、このあんず飴とみかんのください。どうも。はい、桜井くん。すみません、あの、代金です。うん、やっぱりお祭りはあんず飴だよね。そうですね。あ、もしよければこれを使ってください。
どうぞ。ウェットティッシュです。アンズ雨で手が汚れて浴衣まで汚れたら大変ですから。ありがとう。女子力高いね。女子力？桜井くんはどんな屋台が好き？肩抜きとか金魚すくいとか。うん、そうなの。あ、金魚すくい屋さんがある。寄ってこいよ。はい。一体どうなっているのだよ。まさか勘当てゲームでも特徴がないとはね。ノラエモン添い寝しつか。上手。ん？桃井じゃないか。え？あれ、みどりん来てたんだ。ああ、お前一人か。ううん、チームメイトと一緒だよ。紹介するね。うちのチームのシューティングガード、桜井亮君。どうも、桜井です。緑増慎太郎さん。俺のこと知っているのか。同じポジションですから。そうか。そういえば、さっき黒子と会ったぞ。本当？鉄くん来てるの？ああ、何でも飼ってる犬がいなくなったらしく、探していたのだよ。犬って2号くん？ちょっとしんちゃん、俺のことも紹介してよ。別に必要ないだろ。え、ひどくね？俺だって美人マネージャーに紹介されたいっての。大丈夫ですよ、ちゃんと知ってますから。修徳高校1年、高尾和成さん。お、マジで？身長176センチ、体重65キロ、星座はサソリ座、ポジションはポイントガード、空間認識能力に長けたホークアイの持ち主。ああ、さすが情報通。でも、ちゃんと会うのはこれが初めてだよね。どうも、はじめまして。高尾和成です。はじめまして、桃井さつきです。噂通り社交的だね。その噂って気になるな。俺に関する情報って、どんなのが出回ってるの？やっぱり、あのミドリンと息が合う存在ってことかな。マジで？しんちゃん聞いた。褒められちゃった。どうして今のが褒め言葉になるのだよ。え、褒めたんだよ。つまり、カチャ、高尾は大したものなのだよ。高尾。まあまあ。あ、桜井くん、金魚めっちゃすくってんじゃん。あ、すいません、得意で。いや、謝らなくても。しんちゃん、せっかくだし、俺たちもやってこうぜ。なぜそうなる？いいじゃん、屋台といえば金魚すくいでしょ。それにしんちゃん、金魚すくい得意そうだし。得意？何を根拠に言っているのだよ。細かい指先の力加減とか、うまそうじゃん。おっちゃん、ボイ2個ちょうだい。これ、お題ね。あんがた。さ、しんちゃん座って。はい、ボイもどうぞ。仕方がない。ねえねえ、桜井くん、コツ教えてよ。あ、はい。まずは、よく金魚を観察して。うん、ここだな。お、早速すくってる。しんちゃんすごいね。これぐらい大したことないのだよ。大したことない。桃井さん、デメキンって好きですか？うん、かわいいよね。わかりました。えい！わ、すごい、あっという間に取っちゃった。結構深いとこにいたのに、やるね。金魚すくい好きですから。うん、ここだな。すっげえ、2匹同時かよ。金魚すくいなど造作もない。造作もない。どうかした？緑間さん、お願いがあります。なんだ？僕と金魚すくいで勝負してください。え？僕と勝負してほしいんです。ちょっと、どうしたの？にわかの緑間さんに金魚すくいを舐められて、黙ってはいられません。それに、それに僕の方が絶対うまいもん。え？あった、しんちゃん対抗心燃やされてるよ。どうすんな？くだらない。おろろ、そんなこと言っちゃって逃げるの？なんでそうなるのだよ。いいだろ、受けて立つのだよ。え、本当に？おお、面白くなってきた。おっちゃん、新しいポイをこの二人に。さてと、ルールは、よし、制限時間は1分、普通の金魚は2点、デメ金は3点ってしとくか。両者いいかい？ああ、構わないのだよ。僕も大丈夫です。ではでは、新しいポイを構えてスタート。
すいません、すいません、すいません。おっと、桜井くん見事なクイックアクション。速い動きでポイが破れない。3回に1回は金魚を救ってる。さて、しんちゃんはここだ。やっぱり、やっぱりデメキン狙い。少ないデメキンを慎重かつ確実に狙ってる。すいません、すいません、すいません。ポイが破れた。これくらいじゃ負けないもん。もう桜井くん、まだ辛うじて残ってる部分でさらに救い出した。それだけじゃありませんよ。えい、何、お前もデメキンを。ここからは3点狙いでいきます。そんな破れたポイに負ける俺ではないのだよ。ここでしんちゃんの金魚を救うスピードが増した。なぜ俺が前半慎重にデメキンを狙っていたと思う。まさか。そう、じっくり観察することで金魚とポイの絶妙な角度を見極めていたのだよ。マジかよ、さすがしんちゃん。まだ負けてません。勝負はブザーが鳴るまで分かりませんから。すいません、すいません、すいません。これは盛り上がってきた。なんかすごい注目されてるんだけど、恥ずかしい。結構広い河原なのに見物客でだいぶ埋まってきてますね。これだけ人がいれば観察のしがいがあるというものだ。まだやる気なんすか。当然だ。何のための花火大会だと思っている。花火のためだと思うんすけど。笠松先輩もなんか言ってやってくださいよ。先輩？どうした笠松、じっと睨んだりして。睨んじゃいねえよ。ただ今そこに子犬がいたから、もしかして聖林の犬かと思ったんだ。どこっすか。ほらあそこ。お、どっか行っちまった。黒子に似てたか。透明だったから透明少年に似てたかどうかは自信ねえな。透明の透明少年、きったくこれ。うわ、素晴らしいダジャレですね。笠松さん、お前は聖林の。俺キセじゃん。お、笠松さんと森山さんも。こんばんは。聖林の先輩方、ここで場所取りっすか。ああ、そこに偶然素晴らしいダジャレが聞こえたからつい声をかけてしまったんだ。知ってる人でよかったよね。知らない人だったらちょっとことだよ。お、それもそうだな。すみません、驚かせてしまって。いや大丈夫だ。つーか俺ダジャレ言ったか。気にしないでください。今日は神奈川から来たの。はい、森山先輩に誘われて。へー、そうなんだ。あ、誘うといえばズッチー、彼女さんは花火大会に誘わなくてよかったの。何、彼女。あ、それなら大丈夫。彼女今お盆で帰省してるんだ。そっか、一緒に見られなくて残念だね。なあ、でも代わりに今度二人で花火をやろうとは話してるんだ。ズッチ青春。伊月くん、ちょっといいかな。何ですか。あそこの糸目の彼は彼女がいるのか。土田ですか。ああそうですけど。やはりまさか聖林は彼女持ちが多いのか。え、いや彼女がいるのは彼一人ですが。そうか、彼こそ俺が探していた人だ。森山さん何言ってるんですか。俺はそこの糸目の人の弟子になる。はあ、森山先輩マジどうしちゃったんすか。糸目の人って俺のこと。そうです、先生、俺にご教示ください。いや俺より森山さんの方がバスケ上手いじゃないですか。バスケじゃなくて俺に女の子との接し方を教えてほしいんだ。女の子との接し方。ここにいる男子の大半がわかると思うが、毎日のほとんどがバスケ一色。それに不満はないが、時には見目麗しい女子に癒されたいと思うはずだ。だがしかし何事にも慣れ不慣れがある。どうやって女の子と会話を長続きさせればいいか分からず戸惑うこともしばしば。このままではいけないとみんな思うだろう。どういう意味。つまり女の子にモテるスキルが欲しいと言ってるんです。
そんなの規制が一番知ってるっしょ。いや、俺の場合はあっちの方から勝手に声かけてくるんで、モテたいって思ったこともないし。さりげなく自慢してんじゃねえ。土田先生、どうやったら女の子と上手に付き合いますか。どうやったらって、そんなの聞かれても。じゃあさ、ツッチーは彼女さんと話すとき気をつけてることってある？なんだろう。本気で答える必要ないぞ、森山の弱いことだ。何を言うんだ笠松、俺は本気で聞いている。興味あるな。ん？え、何見とべ。大丈夫大丈夫、そんなに踏み込んだ質問はしたりしないから。で、ツッチーどうなの？強いて言えば、思ったことは伝えるようにしてるかな。例えば。いや、本当に些細なことですよ。ありがとうとかおはようとか。人って仲良くなるほど、これぐらい言わなくてもわかるだろって思いがちですけど、そこからすれ違ってしまうことって多いから、彼女には言葉で伝えるようにしてますね。深い！ツッチー深いよ。そうかな。やっぱ照れるな、こういうの。いや、女性の心を捉えた先生の言葉は一味違う。ぜひもっと聞かせてくれないか。おい森山。あ、もしよかったら俺たちと一緒に花火見ます。ここを広めに確保してるし。あ、いや、でもここはお言葉に甘えましょうよ。奇跡、お前まで。だって森山先輩動きそうにないじゃないですか。それに気づいたんすけど、俺たち敷物とか持ってきてないし、ここはお世話になった方が。確かにそうだが、甘えすぎている気が。気にしないでください。じゃあ後で飲み物を買ってきてもらえますか。後発隊に頼んだ分だけじゃ足りなさそうなんで。それぐらい喜んでね、先輩。じゃあそれで。悪いな。いいえ、全然。みんなお待たせ。おお、結構いい場所取れたな。ほら、食い物とあと飲み物な。ああ、重いのにありがとな。あれ、なんか人多くね。て、笠松さん。よ、お邪魔してます。会場の人たちも合流することになったんだ。あら、そうなの。いいんじゃない、大人数で楽しむのもいいわよね。監督、浴衣着てきたんだね。そうよ、ひと夏に一度は着ないとね。どう、似合う？おい、似合ってる。大変お似合いですよ。いや、会場の森山さん。はい、森山義隆です。浴衣とっても素敵ですよ。え、浴衣の柄がまたあなたに似合っている。黄色地に散らされた小花がとても元気で可愛らしい。あの、それに帯の赤が全体の印象を引き締め、華やかで女性的だ。嬉しいな、こんな可愛い女性と一緒に花火が見られるなんて。かわいい。すごい、監督が照れてる。超レア。おい伊月、なんだあれ。俺に聞かないでくれ。多分さっき聞いたことを実践してるんすよ。さっき聞いたこと。そう、そちらの土田さんから、女の子とうまく付き合いたいなら思ってることは素直に言う方がいいってアドバイスされて、だからあんな風に。ですよね先輩。ああ、え、なんでそんな端っこでちっちゃくなってるんすか。ほっといてくれ。ああ、もしかして監督さんのことを意識しちゃいました。まあ無理もないな、実際今日のリコは可愛いから。はあ、なんだよ、ヒューガだって可愛いって思うだろ。何言い出すんだよお前は。ああ、笠松先輩はそういうんじゃないんで。え、どういうことだ。実は笠松先輩はああ見えて女の人が苦手。余計なこと言ってんじゃねえよ。こめかみぐりぐりはちょいと。やはり花火には浴衣、浴衣には可愛い女性ですよね。今夜はご一緒できて幸せです。あ、ありがとうございます。なんかそんなこと普段言われないから、あの、なんて言っていいか。やだ、こ聞いた聞いてた、私褒められちゃった。わかったから落ち着け。はしゃぐな。よかったなリコ。ん、お、もしもし黒子。どうしたん。黒子たちも来てるのか。ん、2号。え、うん、わかった。
かしたの？何かあった？二号がどっか行っちゃったんだって。俺ちょっとそのあたり探してくれ。認め、一緒に来てよ。俺たちも行こうか。そうだな。じゃあ私も。ああ、監督はここで待っててよ。浴衣じゃ歩きづらいだろ。そうだな。ヒューガとキヨシも一緒に待っててくれ。わかった、頼んだぞ。その犬かわからんが、さっきあっちで子犬を見かけた。ああ、ありがとうございます。じゃあ行ってくる。おう、気をつけてな。二手に分かれよう。俺と土田。俺と認めね。わかった。二号、無事でいるといいけど。ん？やあ犬くん、君はここの屋台の犬なのかな。そうなんだ、お利口さんだね。ムロチン、お待たせ。アツシ、ダーツはもうおしまいかい？うん、特賞とお菓子をゲットしたからね。お菓子しか持ってないようだけど、ダーツの特賞は？ああ、ゴルバニアファミリーのおうちセット、でかいしいらないから近くにいた子供にあげちゃった。なるほど、毎回特賞を狙っていたのは商品目当てじゃなく腕試しのためだったってわけだ。まあね。ムロチンこそここで何見てたの？ん？子犬がいたので挨拶をね。おお、本当だ。お菓子食べるかな。犬に味の濃いものはダメだよ、体に良くないらしい。そうなの？じゃあ俺が食べよう。はあ、おいしい。うん、でもなんか喉が渇いてきちゃったな。そうだね。あ、どうしたの？思い出したんだ、俺が欲しかったもの。確か水を使ってたと思う。水？水鉄砲？うん、そういうのならアメリカにもあるし、珍しいとは思わなかったはずだ。ああ、じゃあやっぱりわかんないよ。そうだね。とりあえずラムネ買いに行こう。またなんか思い出すかもよ。あ。あれ、お前。いつだったかにおった犬じゃねえか。うう、久しぶりだな。元気そうだな。今日も一人でフラフラ歩いてんのか。うわ、どうした？そんなしょげた顔すんな。お、焼き鳥食うか。落ち着けて。ささみがあるからよ、表面取りゃ大丈夫だよね。なんで腹減ってんのか。まだあるからゆっくり食え。何腹すかせて。お前、ご主人様どうした？そんな顔すんなって。仕方ね、俺が一緒に探してやる。お前尻尾振りすぎだ、ちぎれんぞ。じゃあちょっと移動するか、いるころ。うっと、抱き方が悪くても機嫌悪くすんなよ、あんま慣れてねえんだから。おい、嬉しいの分かったから暴れんな。ん？こうやって間近で見るとお前誰かに似てんな。勘当てに続いてダーツの屋台まで特徴が消えているというのはどういうことなのだよ。そんなこと俺に言われてもさ。しかし特徴がゴルバニアファミリーのおうちセットって、あんなでかいの持って帰るしんちゃんメルヘンすぎるよ。何のためにお前を連れてきたと思っているのだよ。え、そりゃお祭りだし友達と行こうみたいな。うん、しんちゃん何その顔。え、俺のこと何だと思ってるの。下僕。ちょっと、緑馬たちだ。え、あ、精霊の。ねえねえ、ここいらで黒子にそっくりな犬見なかった？あれ、もしかしてまだ見つかってないんすか？え、知ってるの？二号がいなくなったって。さっき黒子に会ったんで。まだ見つからないとなると心配っすね。ねえしんちゃん。別に。
すみませんね、ほんとツンデレで。おい気にすんなって、うちにも変なやつはいっぱいいるしね。え水戸部、今日は二人で来てるの？そうなんすよ、今猛烈に来たこと後悔してるとこっすけど。おい聖林さんも男ばっかでしょ、お互い花がないっすね。いや、うちは監督も一緒だから。普段はさ、仲間って感じだけど、やっぱり浴衣とか着てるの見ると女の子なんだなって意識するよね。おってことは甘酸っぱい展開が。え、いやどうかな、あの3人だったら、あの監督。何ヒューガ君。あのさ、その、いや、なんでもない。何よ気持ち悪い。気持ち悪いってなんだよ、人が勇気出そうとしてんのに。何の勇気よ。なんで聞こえてんの。なんでもねえよ。何なの。まあまあ、二人ともほら、お茶でも飲めよ。ありがとう。おうくそ、一言言うだけなのになんで言えねえんだ。リコ、今日は髪飾りも可愛いな。ありがとう、てっぺ。その花の飾り、浴衣の柄とお揃いなんだな。気づいた？ヒューガ君のお母さんが貸してくれたの。着付けしてもらったら、ついでにって。そうだったのか。よく似合ってる。髪型をちょっと変えるだけで印象って違うもんだな。なあ、ヒューガ。ああ。どことなく大人っぽくって、いい感じだ。そうかな。ヒューガもそう思うだろう？ああ。ヒューガ君、さっきからなんでそんなに適当な返事なの。適当じゃねえよ、本心だよ。本当に？ああ。今日は髪飾りも可愛いな。その花の飾り、浴衣の柄とお揃いなんだな。ヒューガ、それ俺が言ったことだ。じゃあその、いいわよ、無理しなくて。無理じゃねえよ。じゃあどう思ってるわけ。可愛いよ、いつもと違って。いつもと違って、それっていつもは可愛くないってこと。違うよ、浴衣着てると女らしいっていうか。つまり浴衣を着ないと女らしくないと。なんでそうなんだよ。じゃあ毎日浴衣を着れば完璧だな。はあ、いっそ制服を浴衣にするってのはどうだ。あ、でも冬場は浴衣だと寒いな。その時はどうするんだ。どうもしねえよ、何言ってんだお前。あ、俺浴衣持ってねえ、どうしよう。知らねえよ。飽きないわね、あんたたちも。俺とこいつを一緒にすんな。花火楽しみだな。想像したけど、やっぱりそういう関係にはならないや、あの3人は。あ、やべえ、2号を探さないと。じゃね、行こう。高尾、俺たちも行くぞ。俺たちは俺たちの人事を尽くす。あ、はいはい。で、次は最後の屋台、射的なのだよ。見つからない。ああ、分かった。じゃあまた連絡する。黒子、振り旗たちもダメらしい。そうですか。屋台のとこも河原も一通り回ったけど、もしも2号が移動しているとしたら、すれ違っているかもしれません。そうなると厄介だな。ええ。どうした？そろそろ花火が始まる時間です。もうそんな時間が。そりゃ屋台に集まってた人がだいぶ減ってんな。おそらく花火を見るために河原の方へ移動しているのでしょう。よし、人が減るなら好都合だ。花火の時間を利用して屋台エリアを徹底的に調べようぜ。いいんですか？何が？鏡君、花火を楽しみにしていたのに。ああ、別にいいよ。今は2号を探すのが先だろ。すみません、僕が目を離したばかりに。お前のせいじゃねえって。ほら、もう一度探すぞ。はい。はい、桃井さん、今はちょっと。え、2号が。どうした？2号がいたのか。はい、見つけたそうです、青峰君が。青峰が。うん、そう、びっくりでしょ、青峰君が連れてくるなんて。ううん、鉄くんの犬って知らなかったみたい。うん、じゃあまた後で。ありがとね、青峰くん。何が？
鉄くんの犬見つけてくれて、鉄くんにありがとうって言われちゃった。どうしよう。何がどうしようだ、うん、その犬青峰さんに懐いてますね。そうか、普通だろ。鉄くんたちこの子を探して歩き回ってたみたい。ほんとよかった、見つかって。おい犬、うん、あんまり鉄に心配かけんなよ。それ青峰くんが言っちゃうんだ。なんだよ。なんでもない。じゃあ私2号くんを連れて鉄くんたちに会ってくる。青峰くんと桜井くんは先に河原の方へ行ってて。え、二人でですか？問題あんのか？すいません、問題ありません。あ、そうだ、青峰くん、桜井くんね、金魚すくいが上手なんだよ。後で対決してみたらいい勝負かも。いや、僕と青峰さんが？へえ、面白い。一応やってみるか、リオ。お願いします。まさか青峰と言ったとはな。驚きましたね。ともかく行きましょう。お、はあ、屋台を見る余裕もなかったな。そういや、絶対買うってあいつ言ってたっけ。何ですか？あ、いや、昔のことを思い出してよ。昔のこと？俺がアメリカにいた頃、父親が出張で一時帰国して、その時のお土産が屋台のおもちゃだったんだ。アメリカじゃ見かけないやつでさ、やけに友達に受けが良かったんだよな。おもちゃってその国の特徴が出ますよね。単純だけど面白いってみんなで盛り上がってさ。懐かしいな、ずっと忘れてたのに。どういうおもちゃだったんですか？なんだったかな、よく覚えてね。バカみてえにはしゃいだのに。あ、動物の形してた。屋台にあるもので動物の形。他には何か思い出せませんか？透明で綺麗だなって思った記憶はある。透明、べっこう飴。いえ、おもちゃでしたね。そう、おもちゃ。お、そうだ、音が出た。しかも鳴らすの結構難しくて、それがまた楽しかったんだよ。音が出るもの、動物、透明、もしかして。鏡くんの思い出の品はこれですか？これだよ、これ、このおもちゃだった。鏡くんがお土産としてもらったのは水笛だったんですね。水笛、この透明な小鳥、そういう名前なのか？はい、この小鳥の胴体に水を入れて、尻尾の部分から空気を入れると、中で水が振動して音が出るという仕組みです。はあ、よくわからねえが、わかった。懐かしいな。買っていきましょうか。え、だってガキのおもちゃだぞ。綺麗な音ですし、2号も喜ぶと思います。そうか、よし、おちゃん、これ一つくれ。あ、いえ、いつ使います？は？なんでそんなに買うんだ？振畑くんたちへのお土産です。童心に戻るなら、みんな一緒に巻き込んだ方が楽しそうですし、誰が一番上手に吹けるか競争しましょう。よっしゃ、負けねえぞ。チロロチョコの詰め合わせゲット。順調だね、アツシ。射的は特に得意だからね。さ、あとは特賞を取って。もっと強く息を吹き込め。こう、この音、アツシ、この音だよ。え、何が？俺が欲しかったものを、ほら、聞こえるだろ。これってピヨピヨ笛のこと？ピヨピヨ笛、ピヨピヨ笛っていうのか。うん、見に行く？もちろん。うん、じゃあ行こうか。見てしんちゃん、特賞が残ってる。よし、狙うぞ高尾。目指すは特賞、カエルの着ぐるみパジャマだ。ああ、で、マジで？ああ、
始まっちゃった。始まる前には戻るつもりだったのに。キセがかき氷に並んだりするからだろう。笠松だって鮎の塩焼き買うのに並んだじゃないか。仕方ないだろう、珍しかったんだから。とりあえず戻ろう。買い出しに出たのに遅れたんじゃ聖林の人たちに悪いからな。そうっすね、ちょっと人多いけど走りますか。ダメだ。でも急いだ方がいいっすよ。そうだが、お前はダメだ。なんでですか。笠松、こいつにははっきり言ってやらないとわからんぞ。なんすか。お前の足、負担かかったら困るだろう。お前は隠してるつもりかもしれねえけど、その足バレバレなんだよ。キセ、練習がオフの日もインターハイ前より走ってるだろう。無茶しすぎなんだよ。だから誘ったんだ、オフの日に走らせないようにな。じゃあ女の子は。もちろんそれが一番の目的だ。お前はおまけな。ひで。とにかくキセは走るな、これはキャプテン命令だ。花火の音を聞きながら歩くのも風流でいいよな。お前からそんな言葉が出るとはな。俺は美しいものをめでる主義だ。初めて聞いたぞ。どうしたキセ、黙り込んで。俺って大事にされてるんすね。なんか売れちゃうじゃねえ。で蹴るすか笠松先輩。お前がいい気になってるからだろう。だから言いたくなかったんだよ俺は。どうっだっだっだっ。花火始まっちゃった、そろそろ行こうか。ああ、でも見ながら食べられるようにソースせんべいを買ってこうかな。リンゴ飴の方が大きいかな。綿飴もいいかも。っていうかムロチンうるさい。ごめんごめん、懐かしくてつい止まらなくなっちゃった。ふん、ほんとムロチンってわかんない。ニゴ落ち着いてください。ちゃぐ、お前を探してたせいで全然屋台が楽しめなかったんだぞ。すみません。だあ、もう同じ顔で同じ表情すんな。キセ君からメールが来ました。クロコッチ、犬見つかったそうじゃないですか。よかったっすね。なんで2号が見つかったって知ってんだ。さあ、今度は高尾君からです。黒子犬見つかったんだって。小金井さんからメールで聞いたぜ。よかったな。ちなみにしんちゃんもよかったのだよ。だっていや絶対言わねえだろ。桃井さんと青峰くんだけでなく、キセくんたちも2号のことを心配してくれたんですね。緑間と青峰はしてねえんじゃねえか。あのな、さっきのことだけど気にしなくていいからな。さっきのこと。だから屋台が楽しめなかったってやつ。屋台なんて来年また来ればいいわけだしよ。1年先まで待てますか。俺を何だと思ってんだ。そもそもメインの花火はゆっくり見られそうだから十分だ。鏡くん、君がそんなに気を使うとなんだか僕の方が恥ずかしいです。なんだよそれ。お前がやけに気にした顔してんのが一番悪いんだろうが。川原くんからメールです。お、俺の方にも。早く帰ってこないと食っちまうぞ。なんだこの添付写真、食い物がいっぱいじゃねえか。川原くんたち屋台でいろいろ買ってきてくれたんですね。よし、さっさと戻って目いっぱい楽しもうぜ花火。はい。クロコロバスケ CD ドラマシアター第3ゲーム。すれ違っているかもしれません。出演、黒子哲也、小野賢章、香上大河、小野由紀、相田理子、斉藤千葉、日向純平、細谷義政、清志哲平、浜田健二、伊月俊、野島博文、
小金井慎二、江口拓也、土田聡、井上光、紫原敦史、鈴村健一、氷室達也、谷山紀章、青峰大輝、諏訪部純一、桃井さつき、折笠文子、桜井亮、島崎信長、木瀬亮太、木村亮平、笠松幸男、星総一郎、森山義隆、樋口智幸、緑間慎太郎、小野大輔、高尾和成、鈴木達久、以上の皆さんでお送りしました。